はい、どうも皆さんこんにちは。オーケストラの指揮などしております平橋亮と言います。こんにちは。今日は暖かいですね。今少し出かける前に何か動画作成できないかなと思いまして、ちょっとラフなテーマでいこうかなと思ってます。クラシック音楽の聴き方っていうことに関してちょっとだけお話しさせていただければ幸いです。そうね、クラシック音楽に限定して今お話ししますと、どういう聴き方が現代ではあるんでしょうね。まずクラシック音楽本当にファンの人はCD もたくさん買うし、演奏会に実際足を運ばれますね。そういう皆さんのおかげで、クラシック音楽家の業界、オーケストラ、成り立ってる、演奏家も仕事が あるっていうようなことでもあり、何よりありがたいことですけども、そういうクラシック音楽ファンっていう人たちいますよね。クラシック音楽ファンの人たちには趣味でね、オーケストラやられたり、ピアノ弾かれるとか、合唱団所属されてるとかいう、実際にやる方もされる方と、やる方はやらないっていう方にも分かれますよね。で、そこまでクラシック音楽すごい詳しいってわけじゃないけど、クラシック聴くよ、好きだよっていう層の方もいらっしゃいますよね。で、クラシック音楽本当にファンの人たちっていうのは本当すごいんで、知識量とかだから、すごい熱心なファンと、割とクラシック聴きますよっていう、でここに距離があったりすることもありますけど、クラシックこれだけポピュラー音楽とか流星の中でクラシックに好感持ってくださってる人が多いことって、同じくありがたいことですね。でクラシック、CM とかでたまに流れてるのを聞くぐらいって、ほとんど聞かないっていう層がいて、あとはそうそう、私ごとでお話していいかどうかわかりませんけれども、実際に自分がその音楽を何らかの形で専門にしてる人たちって、また音楽との付き合い方って結構人それぞれなのかなと思いますね。自分が仕事としてやってて、それでも聴くのが好きっていう方もいらっしゃいますし、僕の場合は楽しんで音楽ファンが音楽を楽しむように聴くっていう感覚はなくなっちゃったかないのかもしれないですね。もともと自分の研究というか勉強のために聴いたところが常にそのなんていうか、変な研究意欲みたいので聴いてるので、ちょっと気軽に聴くっていうのとはちょっと種類が違うのかもしれないですね。綺麗な女優さんと結婚するといつまでも以前見ていたような見方では見えなくなってくるってことで、いわば、ちょっと結婚関係にある場合はそれだけ職業として近かったりすると、もはや音楽を聴こうというのは仕事が、普通の音楽以外の仕事が忙しかったり、日常からちょっと有利するような目的で、掃除機とかかかってますね。有利する目的で、聞かれる方って多いと思うんですよね。ちょっとその、なんていうのかな。精神の、休憩っていうのかな。だから、逆にね、音楽と常に命がけで向き合わないといけない立場になると、そうなくなってくるって、当たり前の話ですよね。芸能人でも自分の番組見る人とそうじゃない人いるらしいですけど、で、
また音楽の聴き方の種類としては、ま、コンサートホールに通うっていうのはまあ素晴らしいことですよね。やっぱりクラシックの場合は特にあのスピーカーとか通さないわけですから、あの生音ですけども、生音ってね他になかなかないですよね。まあまあジャズとかポピュラー系ロック系のすごい人気ある音楽は全部あのスピーカーとかね、あの機械通すると思うんですよね、大体がね。うん、だからその機械通さないあれなんで、その楽器や音の波動がね、直に感じられるっていうのはクラシック音楽にとの鑑賞にとってはすごい大事なことですよね。だから演奏会会場に、行くっていうのは一番ね崇高な聴き方でしょうね。で、うん、CD とかねレコードも音いいですよね。 CD レコードオーディオもね、ファンの方々すごいこだわられる人も多いと思うんですけども、まあ、僕は全然こだわれる余地がなかったからこだわってないですけども、すごくあの部屋とかいい感じであの音楽鑑賞されるとか、まあ素敵ですよね。うんうん、で、まあ車乗ってる時聞くとかね、何かをしながらあの聞くっていうのは実はまあ非常にいい方法かなと思いますね。まあ、ついねベートーベンなんかだとあの正座して聞いてないといけないような気にもとらわれなくもないんですけど、ちょっと掃除機の音うるさいんで待ってます。うん、ないですけど日が差してきた。そんなことないですね。やっぱり空き時間に聞いたり本読みながら聞いたり勉強しながら聞いたりながらでいいんじゃないですかね。あのブルックナーとかベートーベンとかマーラーとか本当に真剣に聞いてもいいと思うんです。コンサートホールとかもしくはね CD とかでも本当に真剣に聞いてもいいけど、なかなかねそこまで時間取れる人ってなかなかいないですよね。みんな忙しいですからね、仕事勉強遊びに忙しいですから、ながらで聞くのもまあ全然いいんじゃないかな。あの接触時間面積が増えますから、あんま堅苦しくあの考えなくていいですよね。あとはまあちょっと次回に譲りますけども、クラシック音楽と他の音楽の聴き方ってまあ確かにあの違う部分はあるのかなっていうところありますね。うん、やっぱりあの安易に分類する場合分けすると危険なんですけど、うん、クラシックは今となってはですね、今となってこういろんな音楽があるってことを俯瞰してみると、やっぱりあの娯楽寄りじゃないんで、何らか、うん、まあいわゆる純粋芸術っていうのは美の追求ですよね、とか宗教的なメッセージが入ってたり、まあ場合によっては哲学的なメッセージが入ってたり、まあ、するわけですよね。それと、それ以外の音楽の結構多くに、まあ、楽しめる音楽、気楽に楽しめる入ってくる音楽とか、まあ敷居がすごい低い堅苦しくない音楽で、まあ、今となって大まかに場合分けしてみると、まあやっぱりそういうこと言えると思うんで、まあ、ちょっとね目的が違ってきますよね。うん、クラシックにもてか元々娯楽的なものはたくさんあったし、ロッシーニの音楽とか、まあでもこう今になって俯瞰してみるとですね、やっぱりどんな音楽もクラシックの場合はすごくその技術的芸術的なこう研究というかその伝統がまあ深いので、その分特徴かなと。でかといってポピュラー音楽にもうものすごい優れた作品ってあると思いますね。だから一概には言えないけど、まあ傾向性としてってことですね。うん、そうね、まあ、だから
私はポピュラー音楽も研究の意味で聴くことあっても、なかなか楽しんで聴こうっていうのはちょっとしないですね。なんだろう、音に敏感になってるのかな。クラシックが大好きな人で他の音楽聴かないっていう人も結構いるんですよね。もちろんね、クラシック音楽って人口で言ったらポピュラーとかにまあ圧倒的に少ないんで、逆もまたしかりなんですけど、うん、まあなんかクラシック音楽の聴き方、もしこれからね、聴いてみようとかいう方で、固く考えている方がいらっしゃいましたら、気軽でいいよって、料理しながらでも、歯磨きしながらでもいいし、まあで、もし本当にね、体験してみたいと思ったら、コンサートホール行ってみるのは素敵なことですよね。うん。オーディオ別にそこまで質にこだわらなくてもいいですし、入門編としては。まああと、職業音楽家になってくると、やっぱりまたね、音楽聴くっていう行為がちょっと意味が違って、来てしまうっていう、まあ、どの分野でもそうでしょうけどね。あとまあポピュラー音楽とクラシック音楽でいろいろ聴き方とか聴く態度も変わってくるっていうな、まあお話まででした。こんなんで意味のある動画になったかどうかわかりませんけれども、ちょっとラフな感じで撮ってました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしければお願いします。質問など受け付けておりますので、お気軽にコメント欄にどうぞ。失礼します。